こんにちは、カノです、今日もですね、オリジナルの手ぬぐいを作ろうと思って、あなたに向けたプロからのワンポイントアドバイス、これをですね、していきたいと思います。今日はですね、この手ぬぐい、ちょっとまあ見ていただけますかね。これは朝柄の手ぬぐいということですね。これは私どものホームページで販売している手ぬぐいなんですけども、本染めで作られています。で、朝の実をモチーフに使ったものですね。それとまたもう一つ見ていただけますかね。これをね、編み込んだような柄で、すごい非常にこれもね、同じ柄でこう幾何学的に作られているこんな感じですね。これも古典柄になります。で、この辺り、今のこう2つお見せしましたけども、この2つっていうのは実はですね、江戸時代ぐらいからですね、非常にこの柄をつけて作るようになったんですね。まあ、手縫いのルーツ自体はですね、実は600年ぐらい前、まあ、室町時代からですね、ルーツとしてあって、初めはですね、神様の神事ということですね。神事、神様に奉納するようなそういったものだったんですね。まあ、それからずっと来てですね、江戸時代ぐらいに、こういった形で庶民に広がったと言われています。まあ、実際ですね、浴衣であったりとか着物であったりとか着ていたのがあの時代になりますので、まあ、その時にということで、この手ぬぐいっていうのもハンカチ代わりにね、使われていた事実があったようですね。だから、今このお見せした柄もそうなんですけども、この日本の古典柄っていうのはですね、やっぱ非常に意味のある柄が多いんですね。で、この朝柄でしたら、そのね、子供の成長を願った柄であったりと、で、後の柄でしたら、この同じ柄がこう続くということで、すごく縁起のいい柄、いいことが続きますようにと願われた柄やと言われています。ですから、まあ、いろんなこの柄の意味があったりね、するんですね。で、この辺の吉祥柄以外にもですね、魔除けの柄とかね、蛇の目とか、まあ、そういったものもあります。本当面白いですね。ですから、まあ、そういったものをご興味のある方はですね、私どものカンノジャパン .com、カンノジャパン .com で、販売しておりますので、ぜひご覧になってください。よろしくお願いします。